網はフランスの自動車メーカーシュトロエンが1961年から1978年まで生産した小型大衆車。網はフランス語で友達の意味に CV の上級版として ID、DS とのギャップを埋めるために開発され、17年間で184万396台が生産された。第二次世界大戦後のフランス社会の混乱が収束し、 社会に余裕が出てくると、戦後復興期のフランス大衆の足となった 2CV や、ルノー 4CV より1クラス上級の大衆者が必要となってきた。こうして登場したのが共に1961年デビューのルノー4とアミ6である。アミは、気候的には 2CV の発展型であるが、当時のチーフデザイナー。 フラミニオベルトーニによる大型化されたボディとも、ドアワゴンがあったに対応して、空冷水平対向に気筒オフエンジンは600に CC まで拡大され、2CV よりはやや余裕のある動力性能を得ている。アミロクのスタイル上の特徴は、当時まだ珍しかった区計ヘッドライト、米王のフォード計各社が採用していた、クリフカットデザインのキャビン、ボディサイドのプレスラインなどである。 網のスタイリングを手掛けたベルトーニは1964年に死去したため、網6がベルトーニのデザインした最後のシトロエン市販車となった。1969年には、フランスのコーチビルダーユーリエが、ベルリーヌのルーフラインを翌年にデビューするシトロエン GS 風のファストバックに手直しし、フロントエンドもやや一般的なものに改めた網8を発表した。 西 V 同様にサスペンションは前後関連喧嘩で、あるが、トーションバースプリングが追加された。1973年には、GS 用の空冷水平対向4気筒サイチェシー 1015CC エンジンを搭載した、アミスーパーが追加された。アミ8との外観上の違いは、少なく、わずかに、グリル下にエアインテークが追加され、左側前フェンダーに、アミスーパーのバッジがあるのみである。 ステアリングハンドル、内装を特にシートは GS と全く同等になった。アミ6、アミ8の 602cc エンジンの出力は 35hp でしかなかったが、1015cc エンジンの出力は 61hp と飛躍的に向上し、合わせて、シャシーも強化された。前輪ブレーキは大型化し、GS1220 タイプとなり、 サスペンションも 2CV 系のままでは限界に達したため、強化型コイルスプリング、前後の油圧ダンパーアンチロールバーが追加され、前後喧嘩の関連は最小限になった。性能面が大きく強化されたアミスーパーであったが、価格面で GS と重複したため売れ行きはあまりかんばしくなく、1973から1976年までに3年間に、 約4万4820台が生産されたに止まった。1978年に生産中よされ、シトロエンビザに後を譲った。日本へも代理店の日仏自動車、西欧自動車によって、少数ながら輸入されたが、保安基準に適合できなくなり1970年頃を最後に輸入は途絶した。ありがとうございます。